軽量化と切れ味を両立させた代物だよ。出てもらえないかね、隊長さん。それとこれとはまた別の話ですから。猫見つけるだけだろ、なんでこんなものつけなきゃなんねえんだ。玉木が起きるじゃろ。人形の創作じゃ。それも猫の集う地底の猫馬伝じゃからな。保護活動だけなら。ねえ、アカデミー首席卒業の意地っつうか恥ってもんはねえのかよ。見た目は関係ないと思いますが。はいはい、こいつは。にゃにゃにゃー、こんなことをにゃんちゃんバリ大カドにゃー。んだよ、任務なんだから仕方ねえだろ。恥だぞ。僕とイタチ、天馬とシンコの2班に分かれるよ。意外に早く分かったな。はあ、あんたいつから猫博士になったとね。そんなんじゃねえ、俺らの一族の多さ。いいよな。知らん。あいつにだけは絶対言うな。はあ、ケツの穴の小さか男やね。すげん年下のいた。あいつがいなけりゃ。はあ、あんたが首席やったと。そんなことを言ってんじゃん。でも今日だからは。張り合ってねえし。出席だからどうぞ。人病の居場所が分かりました。いや、振られちゃったにゃ。メス猫の尻尾追いかけてこげんとこまで気負ったっちゃね。いやあ、なんだ。君の話を聞いて大変共感したもんだから、わかるわかるよその気持ち。そうか、おみゃもモテない口にゃ。いっぱい飲むにゃ。これだから女ってやつは男を見る目がないというか。彼女の悪口言うねえ。交渉決裂のようですね。なんだよ。もう泣いてんなってやるにゃ。逃がすか。ガッ。まずはあの機動力を何とかしないと。でもそれだけじゃない。あのヒゲが空間認識力を高めているんだ。どこ狙ってるにゃん。あと5ミリは刈り取れると思っていたよ。え、すまねえかも。よかった、どっちも間に合って。世話になったにゃ。こいつは腕は立つくせにメスを見る目がにゃくて。まともあれ、無事でよかったにゃ。確かに依頼通り任務ご苦労さんと言いたいとこだけど、切ったのかい。まあそいつの価値を言ってなかったのはこっちも悪かったんだけど。どこまで大げさじゃねえよ。けどこれで親父も良くなれば一族もまだまだ安泰だ。みんな一族のためを思っているんだよな。おめえの助けなんかなくたってな。仲間やけん助けるとは当たり前やん。はあ、任務を遂行しただけで。俺がこいつと。ほれ、イタチに言うことがあるっちゃろ。この借りは必ず返すからな。よかった。シンコ痛すぎたの。姉さん、これ何。これはあの
命は生まれ、命は死ぬ。それを仲間というのなら、確かに俺たちは仲間だった。関わってしまったから、あいつは。この借りは必ず返すからな。死んだんだ。失って初めて知った。いや、気づかされた。兄さん、目が。お前もいつかこの目を持つ日が来るんだろうか。